何々です。なんか髪がメデューサみたいになってるわ。私この間この一人でお酒を飲む動画を撮った時にね、恋人が欲しいかどうかっていう話をしたんですよ。見てない方はね、あの概要欄の方からぜひ飛んで見てほしいんですけど、で、ま、結論から言うと欲しいんだよ。恋人はいなくても全然生きていけるんだよ。男がいなくても生きていけるけれども、欲しいっちゃ欲しい、もうめちゃめちゃ欲しい、それはそれは欲しい。でもし彼氏ができたらどんなデートがしたいかなって考えたので、私生まれてこの方ね、まともなちゃんとしたデート、ガチのデートとかマジでもう全くしたことないから、本当にそりゃデートしたいし旅行したいと。ということで今日は彼氏ができたらしたいデート3選をね、まあ私のお得意な妄想も交えながら、まあ、ちょろちょろっと皆さんに話してい、こうかなと思います。でコメント欄でもね、まあ、皆さんどんなデートがしたいか、まあ、妄想も交えて、あのコメント欄にコメントしてくれると私はニヤニヤしながら見ます。最近ね、ありがたいことにコメントがめちゃめちゃ増えてきて、あの全部に全部返すのがマジで難しくなってきたんですよ。コメント返ってこなかったって人もねいるかもしれないですけど、それはね、あの無視してるとかじゃないから、お前らのこと全員見てから、それでは行きましょう。一つ目、鍋パーティーデート。私これずっと言ってる、もう昔から言い続けてる、なんなら小学校の頃から言ってる。好きな人と鍋パーティーをしたすぎる暁に死ぬぞと。ちなみにだけど、ここで大切なのが具材を買いにスーパーに行くところからスタートなの。二人ともクロックスとかでな、ダルギでな。私が彼氏のダボダボのあのパーカーみたいなのを履くのもあり。手をつないでいくんだよ。あ、でも私あれですね、手汗ひどいんですよ。だから腕ばくもうかね、腕ばくもうね。スーパーでね、具材を選ぶんだけど、その時も楽しいのよ。ずっと豚肉の方がいい、鶏肉の方がいいってね、こう笑い合いながら言い合いをするんだよね。うちの家では鶏肉だったもん。え、待って、白田切れないの、待って、信じらんないとか言ってね、何の面白みも内容もね、他の人間とやったらクソしらけそうな会話もね、もう好きな人とだったらきっと楽しいのよ。二人で重たい袋持って家に帰って鍋作って鍋を囲みますと。おニナ、お皿貸して。ちょっと待って、やばい、ニヤニヤしちゃうこれ。ニナ皿貸して。うん、何がいい、俺継ぐよ。お皿によそってくれるんすね、鍋を。まあ、その時はマロニーちゃんとあの白滝ちゃんを多めでおなしやす。鍋を食べながらネプリーグとか見てさ、こっちが正解だとか答えはこれだとか、いつもだったら見もしねえ番組を見て盛り上がるんすよ。で洗い物はじゃんけんで決めて、じゃんけんに負けた私がこう洗い物をこうやって洗っとるやんね。でそしたら、ちょっと待って、これどうやって再現しようかな。これが私とするやん、ごめん、フローリングシートで代用するけど、これが私とするやん。てか私がこう洗い物をしとってね、そしたらこう私が男ね、後ろから後ろからこうやってバックハグみたいな感じでこうして、一緒にこうやって洗い物をね、こうやってしてくれるわけよ。わかる、これ。私がね、じゃんけん負けたのに結局二人で洗い物やっちゃうんかいってね。なんだこの素敵な映像は、死ぬ前の夢か、走馬灯。2つ目、大分旅行。これはね、あの知り合いのカップルに完全に影響された、感化されちゃった、感化されまくっちゃった。仲のいい友達カップルがね、まあもう今はウイルスが流行ってるから違うけど、数ヶ月前に大分旅行に行ってたの。その写真をインスタに載せてて、それがまあもう楽しそうで幸せそうで、そのインスタ見ていいねつけ終わって鏡をふっと見たんですよ。そしたらもうね、羨ましさで歯食いしばりすぎて奥歯全部抜けてたから、だからもう今全部差し歯。私もね、家族で小学校4年生ぐらいの時に大分旅行行ったことあるんだけどね、むちゃくちゃ楽しかったんだよ大分が。で子供ながらにものすごく綺麗だったなっていう思い出があるのね。だからもう長崎並みにね、大分はおすすめしちゃう。しかもどう考えたって好きな男といい露天風呂やいい料理がある宿に泊まりてえだろ。着物姿絶対にかっこいいやん。ちょっとここがちょっとはだけたりとかしてこの旅館とかでもさ、すごい何コース料理みたいな感じで結構いい感じの料理が出てくるやん。ってこうやってフェイス2フェイスでさ、好きな人とこうさ向かい合ってさ、お互い着物姿でさ、胸元が若干こうはだけてんのね。でそれ見て、うー最高だなって思いながらな、それ見てそれをおかずにこう飯食うみたいなもんだから。え、好きな人の着物姿見れるとかやば、ちょっとどがんすんねあんたたち。風呂上がりにね、2人で牛乳一気飲みとかしちゃってさ、こう私はこう髪の毛をこうドライヤーで乾かしとったらさ、こう邪魔されたいね。え、そんないやらしい意味じゃ長けんな。髪の毛乾かしてもらいたいって人多いじゃん、女の子好きな人に髪の毛乾かしてもらいたいみたいな。私あれちょっとよくわからんさね、触んなよってならん。いや、まあ邪魔されたいよね、いやらしい意味じゃ長けんな。でまあその次の日はね、あの自然がたくさんあるそういう場所に行きたいよね。もうごめんけど、もうこのプランは全部その友達カップルのパクリなんだわ。うわ、お前らこんな妄想させてくれてありがとうな。これはね、もちろんね、好きな人と行きたいという願望もあるけど、それ以上に友達と行きたいかもしれん。いけん、誰か私と大分旅行行こうぜ。3つ目、ドライブ。
最後がめちゃめちゃ普通になっちゃったけど、ドライブって最高じゃない？まあ私免許持っとらんけん全部相手で運転させるっちゃけど、私ドライブめちゃめちゃ好きですよ、もともと。でもなんかそのデートスポットとかには行きたくないですよね。ただただその何、ちょっと海の見える綺麗なところとかさ、ちょっと山道とかを行きたいですよね。途中のコンビニかなんかでさ泊まってさ、タバコ吸って戻ってくるさ、私のね彼氏が。でその時にまあ若干やっぱタバコ臭いさね。でそれでそれでね、いやごめんちょっとタバコ臭いね俺みたいな。そうか、気にせんでよかて。もう好きな人だったら何でもよかにおやけ。知らんやつがタバコ臭い感じで戻ってきたら、こっちくんだし、なんやがお前バカがってなるけど、もう好きな人やったらもう全て受け入れます。コンビニとかで買えるさコーヒーあるじゃん、このプラスチックカップのさ、あれとか持ってさ、2人でこうね音楽かけながらさ、こうビューって行くさ。でね、やっぱねドライブってなったら私一番長崎がいいんだよね。結局私よく家族とねドライブするんだけど、ほらこういうとことかこういうとことか本当にいいとこがいっぱいあるさ。もし彼氏できたら長崎でドライブしたいな。はい、私がしたいデート3選は以上です。こういうさしたいデートとかさ、あのいざこう口に出して言うと本当に欲しいね彼氏。時々焦りが来るさ、あれ私このままじゃ絶対いかんよなって、私このまま死んでいくとかなとかね、時々思ってね、それまずいなと思って、やっぱねちょっと頑張んなきゃな。私頑張るわ。まあそのためにもね、いろいろ美容的なものも頑張って、まあ、中身ももちろん磨いてね、まあ、可愛くなっていきたいと思います。頑張ります。チャンネル登録お願いします。何でもするから、いつだしたから。チャンネル登録。